はい、どうも、ルーでございます。トワツガイやっていきたいと思います。2時にね、さっき動画出したばっかりなんですけど、2時にね、明日のメンテの話と、暴虐の魔女の、情報がアップデートされてたので、緊急に動画回しております。で、まあ、今回は、クランスター討伐戦、争奪戦が、まあ、0時に終了するんですけど、それの報酬受け取りが、次のメントの時間までに受け取らないともらえませんよっていうやつ。だから、メンテが14時からなんで、明日の13時59分までに受け取らないといけないと。なので、今日やった人もね、すぐ、ログインできる時間すぐ、受け取ってください。お忘れなくというところで。で、本題なんですけど、暴虐の魔女。で、これが、まあ、これも1週間ですね。うん。で、GVE ですね。で、まあ、登場する魔女ですね。魔女のクリア条件。まあ、ヒットポイントが、まあ、いくつか、どのくらいかあって、で、それを、まあ、みんなで叩いていくっていう感じですね。で、出撃回数に制限があると。それはまあ今回のクランスターと一緒ですね。で、魔獣ステージっていうところが、AP のみか。あ、違うな。魔女ステージが AP のみですね。ちょっと書き方が、ちょっと、あれだな。もうちょっとね、表みたいにして分かりやすくしてほしかったけど。こういうのって文章だと人によって伝わらないこともあるんでね。で、まあ、4つの魔獣ステージが登場。で、クエストを周回して CP を誰に見る。ここはいつもと一緒です。今回のと一緒ですね。で、魔獣ステージを討伐していくと。で、魔獣ステージをクリアすると魔獣ステージが出ると。で、メンバーと協力して魔獣ステージを進む。で、クリアすると1位に戻ると。まあ、多分何かを、ベースに、何かのゲームをベースにしてると思うんで、もう敵が何ウェーブかあって、まあ、ボスが何ウェーブかあって、それをこう、一個でも多く勝ち進んでいくって感じなのかな。まあ、ヒットポイントが、例えば10万ってあったら、まず10万のボスを倒します。で、倒したら次のやつが15万とかになってて、みたいな、そういう感じなのかな。で、一個一個進んでいくみたいな。そういう感じですかね。で、エネミーの特徴及び難易度が変わっている。東西南北で。なるほどね。自分に合ったところに行けと。で、AP を2消費すると CP1 を得る。CP50 貯めると1回。だから AP やっぱり100か。前回のクラン争奪戦でも、クランスター争奪戦でも同じ話したんですけど、まあやっぱり1回獲得は AP100 ですね。で、CP の引き継ぎはできない。これも一緒だな。で、出撃時に消費される。出撃時に消費される。同時に複数のプレイヤーで出撃して攻撃を行えなかった場合も、出撃回数消費される。これは、わかるのかな？これは相手を攻め、他のキャラが攻めてますよ、みたいなのってわかるんですかね？それとも単純に本当同じタイミングで入った場合なのかな。なんかどのゲームもって言い方おかしいか。まあなんか普通に考えてだけど、誰かがやってたら、誰か、次の人は、できませんみたいな、先に入ってる人が抜け出すまでできませんっていう風にするのが、まあ普通な気がするんだけど、それができてないってことか。そのシステムができてない。から、注意書きを書いてるってことなのかな。まあ、そう捉えるしかないよね、これはね。だからこの部分だけ取り除くことができませんでした。だから気をつけてねっていうことなんだと思うんですよ。まあ、この運営の癖からすると、多分そういうことだと思うんですよ。で、先に書くことで、まあ、お詫びをね、出さなくて済むっていう。
まあでも気づいてるものだったら、まあそうやって注意喚起すれば、まあ説明責任は果たしてるっていうことになるのかな。まあ擁護する気はないし、擁護したくもないけど、まあしょうがないのかなっていう、技術的にできないのなら。まあもしやってしまうとすると、まあ何かしら不具合があるんだろうね。今の状態だと。入ってますっていうのを確認するための、こう、情報を、すべてのプレイヤーに送信しなきゃいけないっていうのが、まあ、もしかしたら不可なのかもしれないし。まあ、こちらはちょっと、実際プレイした時にまた言及する必要が出てくるか、しょうがないよねって流すか、どっちかですかね。なんか、活発なギルドほどなんか起こりそうな気がするよね。で、魔女ステージ。これは魔獣ステージをクリアすると登場。で、魔女ステージは AP か。魔女ステージは AP ね。で、累計スコア。個人スコアがエネミーに与えたダメージ値。これ、1日あたりなのかな。で、クランスコアがクランメンバー全員のスコア。魔女撃破ボーナス。敵、魔女ステージをクリアするとボーナススコアがクランスコアに加算。あー、なるほどね。これってあれなのかな。まあ、例えば、魔女1、魔女2って仮に仮定したとしたら、魔女1を倒すと何点っていう感じなのかね。それともなんか、特別なボーナスみたいなのかね。何ターン以内に倒したとか、最大ダメージいくつ出たとか、なんかそういうのあんのかね。イベントミッションがあるってことは、もしあるとしたらそっちなのかな。なんかまあ、そういうのもあるとなんかモチベーション上がるよね。なんか、今回みたいに、クランスター争奪戦、もうなんていうの、取り切っちゃった人は、もう、全然、オートで鳴らしてこうやっていくっていうか、なると思うんですけど、まあ、最高スコアを、日ごとに更新したら、もらえるものがあるみたいな。1位だったら何がもらえるとか、なんかそういうのあったら面白いですよね。で、クランのランキングに応じて、報酬を獲得することができると。煉獄メダル。で、これが、1位から3000位まである。ああ、ちょっと極端だな。これアリーナと一緒だな。アリーナと一緒だな。こういう風にするんだったら、なんかランクアップとか、そういう形式にした方がいいような気がしないでもないけど。1位と2位に、これだったらそんなに差をつける必要あるのかなとか。まあ、なるかならないかで確かに差は出るから、なれるかわからない外野が石投げてもしょうがないか。まあ、基本的には、どのぐらい目指せばいいんだろうね、これね。1000位以内なのかな目指すべきところは。現実的なところで言うと。何が何点でもらえ、ああ、これか。インフェルノカラスの、これ S チケットことかな？違うか。1体か。1000位以内だね、やっぱ目指すところは。で、制約のクラウン。ああ、これは絶対欲しいんでね。あ、これはみんなもらえるんだ。スコア1以上出せば。いやー、こういうの出さると欲しくなんなー。で、一応、暴虐のカラス、インフェルノカラス。これがね、銃みたいです。まあ、どう考えても非属性だろうけど。で、これがあれば、日曜の、ね、強魔獣、いけるのかどうかっていう。まあ、そもそも光の、ウィッチカラスもあるからね。どっちがいいのか。っていうとこですかね。まあ俺1カラス持ってないから、こいつ絶対欲しいんですけど。で、あとはこの首飾りはおそらく魔法魔力か、魔力じゃないかなって思うんだけど、まあそうじゃなかったら命中かな。命中のアクセって少ないから、この前、素早さのアクセが追加されたところなんで、イベントの装備でね。
じゃあ命中来るかもしれないですね。で魔獣、これの能力も気になるところで、注意事項、イベント最終日は集計が完了するまで脱退、除名、解散をすることはできません。まあこれできたら大変なことになっちゃうからね。もらえるはずの報酬もらえない人が生まれたりとかね。あとはこれもらえるからには S チケがあるはずなんで、おそらくこのメダルで S チケを交換できると思うんですけど、600とかかな。普通にショップとかで討伐メダルとかアリーナメダルとか含めて見ても大体600だからね、 S チケくらいでもらえるのかな。であとは今回みたいに火の、属性結晶、属性因子、あとはカラスのさっきの魔獣と、なんだ魔獣と、アクセの、牙、あとは普通の何にでも使える牙と、牙だね、あの 両方、アクセはないか、あの召喚中と、武器の牙かなっていう感じですかね。まあ俺個人的に欲しいのはアクセの強化石と強化素材と、あとは武器のスキル素材ですかね。まあこれはもう個人的にっていうか、もうみんなそうだけど超絶欲しいですね。であとはもう俺としては制約のクラウン来るんで、まあ頑張って200かな、200でいいのかな、まだ上げときたいっていうところですかね。まあ、本当はね、白鳥カラスよりも、鶴白鳥とかにしたいんですけどね。ちょっと、できなかったんで、できないんで、しばらくは。まあ、よく使うペアを育成してるって感じですね。最近やっと、フクロウフラミンゴを上げ始めました。はい。というわけでね、緊急に動画を撮ってまいりました。皆さん、クラウンイベントなんで、まあチャットを使ったりとかっていうのは積極的にやっていった方がいいかなって思いますんで、ぜひね、この際ですね、この際じゃないな、これを機にみんなと協力してやっていければいいんじゃないかなと思います。で、あとはなんだろうね、やっぱり。ちょっと強いなって思うところは、まあ、ディスコードだったりとか、そういうツールを使っているところは強いんじゃないかなっていうふうに思うんで、これを見たギルマズ、クランマスターの方とかはね、検討してみてみたらいかがでしょうか。大きなおそがでしょうが、すいません。というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いいたします。ルーでした。バイバイ。